佐抜丸は、日本国有鉄道四国総局宇航船舶管理部に、在籍した、客はじめ車両渡線である。信号富士は、JG3385。同盟を持つ、右航連絡船用船舶としては2席目である。老朽化により、1974年6月に、退役した、車両渡線第3右航丸の代替として、当時まだ増加傾向にあった。 旅客需要にも対応するため、淡丸建造から約7年の空白を置いて建造された、伊予丸型第4船。日立造船で設計、内海造船瀬戸田工場で建造、1974年6月28日に、竣工し、7月20日に就航した。船の大きさや、客室の一般配置は、伊予丸、トサマル、淡丸の全3隻に準じたが、 グリーン選出乗船口の廃止や、手記の変更とマルチプルエンジン化バウスラスター出力増強、船員居室の配置変更など随所に大幅な仕様の変更が見られた。当初の図書区は、小戸島のオリーブをモチーフにした、ピーコックグリーンであったが、本線の未体上に塗り分けられていた。1987年の国鉄分割民営化に、あたっては、 四国旅客鉄道に継承された。1988年4月の瀬戸大橋旋回中による、右光航,航路普通便の廃止前の同年3月19日から、内海造船瀬戸田にて、選手部客室窓の大型化や、客室屋根の展望デッキ化など、JR 四国の観光船とするための大幅な、改造工事を行った。船体図書区は、 ピーコックグリーンから JR 四国のコーポレートカラーで、ある水色に変更されて観光船として営業していたが、1996年11月24日に退役した。インドネシアのダーマ・ラウトン・ウッタマ社に売却され、現在はカーフェリーに改装されて、ダーマ・キンチャナ愛として就航している。狭いな港内における良好な操縦性確保と、 潮流の速い海域における安定した進路維持を両立させるため、選手を横方向へフルバウスラスターと主軸回転数一定のまま操舵室からの翼角の遠隔操作のみで全更新、速力調節が迅速にできる可変ピッチプロペラを2機装備し、各プロペラ直後に舵を配置する2枚舵を採用したのはイオマル型全3隻と同様であった。しかし、 全3隻では、出力2310馬力の敷海2台、2軸で、敷海と主軸の間には、流体次手付減速機を介していた。本船では、敷海には、毎分750回転で、連続最大1340馬力の大発ハ6、DSM-26 型立形4、サイクルディーゼル機関を4台搭載し、2台で1軸を、駆動する。 マルチプルエンジンとし、湿式油圧多番クラッチ付き減速機を介して、主軸を毎分250回転させた。このため、手機会三大運転でも、ほぼ定時運行でき、運行中の機関整備が可能となった。このマルチプルエンジン化や、その他の機関室機器類の変更などで、機関室の配置が全三席と異なっていたが、左限減速機には、 主軸駆動発電機の電源とした点については、全三隻と同様であった。また、全三隻では、2本の主軸が、線尾方向へ行くほど間隔が広がる刃の字型の、配置であったが、本線では平行に改められた。機関室では一部の水密核壁位置の、約70センチメートルの移動と、エンジンのマルチプル化、主機械、減速機の変更、全三線では、 船の軸線と平行でない、歯のアザ配置であった、主軸軸線を船の軸線と平行に改めるなど、大幅に見直されており、全3線と共通性のある、主要機器は、主発電機、主軸駆動発電機、ヒーリングポンプ程度であった。外観及び客室配置が、全3線と類似であったため、国鉄も、建造した日立造船、内海造船も、本船は、 基本的には、イオマル型であるが、全3席の就航実績、及び時代の進歩を反映して、種々の改善が施されたとしていたが、全3線との変化点が多いことから、現場では、全3線と区別されることが多かった。客室配置は、イオマル型の多線とほぼ同様で、車両甲板の天井にあたる、客室甲板とその上の遊歩甲板に客室が、 配置され、客室看板では、選手側の3分の1がグリーン選室で2人掛け、リクライニングシートが並び、大きな窓を配置して、全面展望を確保した。中央部の3分の1と、線尾側の3分の1の2部屋は普通選室で、リクライニングしない2人掛けシートが中央部では、前向きに、線尾側では後ろ向きに設置されていた。遊歩看板には、周囲を、 大型ガラス窓で囲った展望室があり、選手側3分の1はソファーのあるグリーンスペース、船尾側3分の2はベンチを置いた普通スペースであった。両舷側には廊下状の遊歩乾板、船尾部は露天乾板となっており、立ち食いのうどん屋があった。ありがとうございます。